WAD はバイオテクノロジーをはじめ、さまざまな研究開発を足がかりとして、現在は一大コンセルンへと成長を遂げた。そしてここ島内市は WAD の企業都市であり、市民のほとんどが WAD に関わっている。やだ、もう遅刻しちゃう。17にもなって起こしてもらわなきゃ起きらんないのか。パパだってそうじゃん。ご飯はパス。もうシャンプーする暇があったら食べてけばいいのに。そんな暇があったらその分寝てる。行ってきます。パパちょっと待ってよ。一緒に行こう。はい。若い子と腕が組めて嬉しいんでしょ。バーカ。あ、部長おはようございます。おはよう。ほら、アテナ忘れ物。どうしたの？社宅暮らしも楽じゃないなって。何言ってるの。おはよう。おはよう。ほらね、時間いいの？あ、やばい、行ってきます。まったく大人なんだか子供なんだ。あ、アテナ忘れ物。アテナに変化はまだ見当たりません。失敗だったのよ。兵藤さんともあろう人がいつまでこんな失敗作にこだわってるのかしら。私ね、口癖がね、ラハハになっちゃったんだ。ヒロキ先輩。おう。何やってるんですか？テレパシー。テレパシー？大丈夫ですか？大丈夫ですか？ねえ、ヒロキ先輩って本当面白いね。うん。確か、うん、超なんとか研究会の部長さんなんでしょ？そうそう、超現象研究同好会。だけど部長って言ったって部員が一人もいないんだって。本当？本当。ねえ、でもさ、ひろき先輩ってちょっとかっこいいと思わない？そうかな。そうだって、ね、おはよう。おはよう。ねえ、アテナってさ、なんかムカつかね。私いい子でしょって感じが見え見え。だよね、超ぶりっ子じゃない？あいつほんと締め殺そっか。余裕でしょ、ね、超ブスだし。ねえ、あいつさ、ガキの頃からだったの？忘れたわ。またなんか言ってるよ。行こう。どうしたの？ちょっと頭痛。大丈夫？うん、もう平気。あいつらのせいじゃん。ちょっと行ってきてあげる。あ、違うの、最近時々なるのだから。ほんとそんなんじゃないから。な、分かってるか。お前、春の牝馬は荒れるんだよ。だから硬いとこから流さないとダメ。去年だって満州だったろ。お前、満州なんか全然ダメだよ。お前何をしている。あ、すいません。しかし所長、この子は本当に連中の仲間なんですか？そうですよ。私たちは女子高生の実態調査するためにドクター取ったわけじゃないんですから。余計なことは考えずに言われたことをしていればいい。ここの設備に惚れ込みスタッフになりたがってる人間はいくらでもいるんだ。局主さん、訓練中にいきなりカンバル車を起こしました。誠のデータをそれぞれ椎名へ。わかりました。
柊、やってみて。柊、ほら、やればできるじゃない。椎名先生、すぐに来てください。じゃあ今度は3本同時につけてみて。誠が重要軍が訓練中に強度なカンバルシャンを起こしました。お願いします椎名先生。私が今何してるか分かってる？柊のデータ取ってるのよ。誠が死にかけてます。はい。離れて。誠のデータです。200台上げて。はい。椎名は？4歳なのにここまでできるとはね。どうです兵藤さん。誠が死んだよ。誠？君の言い方で言うなら実験体14号。そう、今さら生かしておいても意味ないんだから。ちょうどよかったじゃない。それに私たちには柊がいるんだし。あいつのことだけは名前で呼ぶんだな。当たり前じゃない。私たちの17年間は柊を生み出すためにあったんだから。あれが君の求めていた全知全能なる神の姿か、あの知恵足らずが。いろいろと経験不足なのは認めるわ。見かけは20歳でも実際はまだ4歳なんですもの。でもね、今日はシェイクスピア全集を言語で読破したのよ。普通なら絵本も読めないような子供がね。全てを兼ね備えた超人類の創造よ。柊がいいと思ったものはこの地球に住む全てのものが欲しがり、武器なんか使わなくたって邪魔なものは抹殺できる。あなたたちが望む WAD が資本主義そのものを支配するようになる日は近いわ。違う。何が違うのかしら。出会った？ねえ、知らない？ああ。なんだって？知らないって。まだ見つかんないの？カバンの中ちゃんと見た？見たよ。家にあるじゃないの。だってみちるに見したもん。なんかライブのチケットがなくなったんだって。そう。中身だけなくなるのは絶対おかしいよ。大丈夫？ちょっとぶつかったくらいで何それ。オーバーね。ちょっとそっちからぶつかってきたんでしょ。謝りなさいよ。違うの、そんなんじゃないの。だって本当に。それよりさ、チケットってこれ？あった。すごい。なんで分かったの？なんかひらめいたっていうか、
よくわからないけど。自分でそこに置いたんじゃないの？え？そんな。そうしか考えらんないじゃん。だよね、リカ。ああ、陰険なことするよな。違う。私はそんな。何やってんだ。早く席つけ。今日は107ページからなんだけれども、前回ちょっと説明残したところがあってね、あのオブっていう用語、あれはのと訳しちゃいけないよ。サイコメトリーだな。サイコメトリー？そう、ESP、エクストラセンソリーパーセプションの一種。あ、超能力って大きく分けて2つに分かれるんだ。一つは透視とかテレパシーとか予知能力とか、そういう受動的な超能力と、あと PK、サイコキネシスって言われる念力なんかの能動的な超能力。で、アサミヤの場合はESP の透視能力に予後能力も一緒に覚醒したんだよ。予後能力？予知能力の反対。実際には立ち会ってない過去の出来事なんかを感じ取る超能力で、ほらデジャブーってのがあるんだろ。初めて来たのに一度来たような気がする。あれ、あの強力なやつだよ。何怒ってんの？だってひろき先輩次々に難しいことばっかり言って、それにそんな能力私にあるわけないでしょ。でも感じたんだろ。それはそうだけど、超能力は誰でも持ってる能力の一つなの。だから心配すんな。じゃあひろき先輩も？うん、何らかの潜在能力はあると思うけど、でもその力が覚醒してない。なんで私だけ？何らかのショックに誘発されてってのが一般的なんだけど、例えばストレスが溜まってリミットが切れたとかね。でも朝宮の場合は先天的な要因が一番大きいんじゃない？先天的？うん、 DNA 遺伝だよ遺伝。だから朝宮の親戚にもいるんじゃないかな、こういう能力持ってる人。そんな変な人いないわ。だから変じゃないんだって。変よ。便利でいいじゃん。よくない。私はみんなと一緒がいいの。みんなと違うのは嫌なの。だからそんな能力いらないの。先輩、なんとかしてください。お願いします。この通り。そう言われてもな。脅かさないでよ。私もびっくりした。何ぼんやりしてたの？ん？うん。
ねえママ。うん、なに？ほら、うちの親戚とかに超能力者みたいな人いた？え？アテナの潜在能力が覚醒したんですか？体力、感性、知性ともに申し分ない理想的な成長を遂げている。抽出した DNA からもギャップゼロから合成段階へ入っていくのが確認されました。そうですか。どうした朝宮君、嬉しくないのかね？いえ、そんなことはありません。ありがとうございます。今後もしばらくはアテナのことをよろしくお願いしますよ。かしこまりました。シュー、アテナって何？シュー、あなた今私の意識読んだのね。アテナって誰？シュウはそんなこと知らなくてもいいの。あんなクズシュウの足元にも及ばないんだから。うん、わかった。俵のネズミがごめくってチュウ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 、お父さんが呼んでもお母さんが呼んでも行きこなしよ。あ、来ちゃった。じゃあね。異常なし。成長期の女の子によく見られるただの偏頭痛の一種だと。薬とかは？そんなものもう飲む必要ないらしいわ。そう、不治の病じゃなかったの。バカ。ああ心配せそうした。さあ会社に戻るぞ。つまんないな。だけど朝ごはんちゃんと食べないと入院させるってよ。嘘ばっか。ねえパパ、そんなこと言われなかったよね。いや、言われた。もうパパもママもずるい。ねえ、アテナが僕と同じってどういう意味？アテナと僕って？お前さ、勝手に人の考え読むな。そういうことは室長か椎名先生に聞いてくれ。兵藤先生、アテナは僕と同じ超人類なの？同じじゃない。アテナはどこにいるの？なんでここにいないの？シュウはそういうことは考えなくていいんだ。それより部屋に入るときはノックをしてから入れと何回言った？何度も同じことを言わせるな。 IQ200 が泣くぞ。なんで泣く？怒るから。怒ってない、注意しただけだ。分かったらもう戻りなさい。あいつみたい
なのを作るためにこんなことしてきたのか。ていたこととはいえやっぱり情が映るわよね。もういい。ごめんなさい。私も一杯いただこうかな。先生呼んでくる。あ、いいよ。よくないよ。だってまたそれで騒がれたらやだし、それに悪気があってしたわけじゃないかもしれない。そうやって言い集めるからやられんじゃん。え、どうしたの。私言い集めってる。え、今そう言わなかった。言ってないよ。何言ってんのよ。だって大事な親友にそんなひどいこと言うはずないでしょ。とにかく先生呼んでくるからね。私思わず行っちゃったのかな。シュウ、入ってくるときはノックぐらいしなさい。兵藤先生。まだ椎名先生か。柊を見ませんでしたか。どうかしたのか。時間なのに研究室に来ないんです。すぐ来るさ。今まで一度も遅れたことなんかなかったのに。見かけたらすぐ私の研究室に来るように言ってください。約束してたカラオケさ、何時からでしょ。ごめん、今日用事できちゃったんだ。また今度にしな。そっか、じゃあね。ナオミ、ちょっと待ってよ。本品を一袋加え、よく混ぜながら手早く炒めますか。入れるか。はいよ。よし、当たった、当たったか。シーフードだ。アサリとね。アテナはどこにいるの。あ、脅かすなよお前。びっくりしたな。もうこれはどこ。あ、高校だよ。ちなみに理事長はうちの専務で、つまり WAD が金を出してる学校だな。何もそこまで説明しなくても。どうせな、言わなくたって意識読まれちまうんだぞ。なんか尺に触るじゃないかよ。なぜここにないの。それはお前とは違うからだろ。何が違うの。ということはね、俺たち教えられてないの。それよっか。今度の事は何が来るか教えてよ。お前さんなら分かるんじゃないの。そうだよ、あの一回だけでいいからさ。まだまだ事は続くんだからさ。あの室長とかに内緒にしてさ。では外部受験はせず、このまま上へ進学ということでよろしいんですね。はい、よろしくお願いします。わかりました。この子、学校ではどんな具合なんでしょうか。これといった問題は別に。ご家庭では普通このぐらいの年頃になるといろいろあるじゃないですか。でもこの子、親が言うのもなんですけど、発
私たちに何でも包み隠さずに話してくれるんで安心してるんです。もうママ何言ってんの。先生私もういいんでしょ。先行ってるね。失礼します。アテナちゃん、お久しぶりです。最近ちっとも遊びに来てくれないのね。リカと何かあった？いや別に、ただちょっとお互い忙しいっていうかね。本当に？リカが何か気に障るようなことでもしたんじゃない？私がするわけないでしょ。こんな子引き取るんじゃなかった。ありがとう。最近いつもあんな調子なの。でもお隣同士なんですもの。リカなんか関係なく、子供の頃みたいにちょくちょく遊びに来て。でもおばさんが。あんなやつどうでもいいんだ。どうせ私養子なんだし。え、そんなに驚くことないでしょ。知らなかったの？まあ世間じゃよくある話だし、この年になっちゃうと全然関係ないけどさ。探しちゃったじゃないの。ごめん、私用事思い出しちゃった。先帰ってて。先輩いないの？さっきのも投資能力なのかな。何これ。不良品じゃないのこれ。でも先輩どこ行っちゃったんだろうな。すごいわシュー、パーフェクトじゃない。この訓練ももう卒業ね。そうだ、ご褒美あげよう。何が欲しい？学校。学校？僕も学校に行きたい。何言ってるのよ。週の学校はここじゃない。そっか。そうよ。他に欲しいものは？アテナ、アテナちょうだい。どうしてアテナ欲しいの？どうしてだろう。私じゃダメ？私のすべてをあなたにあげる。だからあなたのすべてを私にちょうだい。テレパシーだな。
精神観も。ほら、独身術みたいなもんだ。こないだとはどう違うの？投資は探し物とかには便利そうだけど、独身術は不便。俺たち本音だけで生きてるわけじゃないからな。そうやって言いやつぶるからやられんじゃん。どうしたの？私言いやつぶってる？今そう言わなかった？こんな子引き取るんじゃなかった。知らなかった方が良かったことってあると思うんだ。嘘も方便っていうか、こっちのための嘘もあるし。そうだね。お前それに相手も辛いと思うよ。どうして？だって何考えてるか全部バレてるなんてさ、ビビるよ。そうかな。そうだよ。特に男は絶対辛い。じゃあどうしたらいいの？そう言われてもな、触れると相手の考えてることが分かっちゃうわけだろ。私どうしたらいいの？そんな心配すんなっつーの。そうだ、アサミは名前アテナって言うんだって、うん、変わった名前だな。なんでアテナなの？ギリシャ神話に出てくるゼウスっていう神様の娘の名前から取ったんだって。パパがつけてくれたんだ。へえ。変わった名前だけど私は結構気に入ってるんだ。でもお父さんの名前の方が変わってるよ、ゼウスだなんて。僕、ここで何をしている？アテナは人間から生まれたの？そうだ。アテナはお前と違って人間の子宮の中で育ち、生まれたんだ。人間の子宮の中で育ったアテナ。黙って人の部屋に入るのはいけないことだ。わかるか？アテナを見たい。ダメだ、もう戻りなさい。バカなこと言わないで。シュウ、ごめん、ごめんね、シュウ、ごめんね、驚かせちゃったのね。でも、シュウがいけないのよ、変なこと言い出すから。アテナが嫌いなの？嫌いよ。でもサイコメトリックが使えるんでしょ？あんなのあなたに比べたら大したことないって。原始的な人間だもの。人間の子宮で育ったから。ごめん、ごめんね、シュウ。おいで、おいで。ねえ先輩。ん？先輩はこの前
超能力は遺伝じゃないかって言ってたよね。おう、DNA な。じゃあ先輩の DNA はいつになったら超能力を使えるようになるのかな。どうだろうな。明日かもしれないし、ずっと使えないかもしれないし。じゃあなんでそんなに超能力を研究してるの？もしかすると超能力を使える人を守る DNA が入ってるのかもしれないな。え？どうした？とにかくあれだ、騒がれるのは本意じゃないだろうから、その能力は隠しといた方がいいよ。うん。それじゃ当分の間むやみに人に触らないようにすること。当分の間って？まあそのうち俺がなんかいい打開策見つけてやるから、頑張れ。何してたの？うん、ちょっとね。ちょっとって？別に。別にって言い方ないでしょう。用って何だったの？あ、ルイとカラオケ。そう。ねえ、ちょっと顔色悪いわよ。熱でもあるの？本当に大丈夫だから。私だけがこんな目に遭わなくちゃいけないの？当分の間むやみに人に触らないようにすること。そのうち俺がなんかいい打開策見つけてやるから、頑張れ。本当に見つけてくれるんでしょうね。前から一度聞こうと思ってたんだが、柊は君にとって何だ？生徒？子供？それとも恋人？私の理想、シャーレーの中から生まれ、余計な欲望に煩わされず、愛だの恋だのに翻弄されることもない、そんな風に生きていけたらいいと思わない？悪くはないが、それを人間とは言わない。何言ってるのよ。私たちは人間を創造するために衆を作ったんじゃないわ。都合のいい神をね。彼に欲望がないのは当然だ。成長促進剤で体はでかくても、中身はまだ4歳なんだから。何が言いたいの？衆を神と決めつけるのはまだ早いということだ。あの子は私の前では普通に振る舞っているけど、何かを隠してるわ。もしかすると。向こうから何か連絡は？まだ何も。ねえ、柊見なかった？いや。柊見なかった？いや。柊！どうかしたんですか？シュウがどこにもいないの？そこら辺にいるだろう。彼は今さまざまなことに興味を示す成長段階に入っています。まあ部屋の中でじっとしてろっていう方が無理なんじゃないですかね。アテナよ、シュウはアテナに会いに行ったんだわ。そんな。だって彼は外のことをどれだけ知ってるんですか？何も。少なくとも私は何も。
何にも教えていない？シュウがこんな行動を取るなんて、素直で従順で人を疑うことを知らないような子が。つまり奴は無断で人の部屋には入らないこと、それ以外は何も知らない赤ん坊ってことかい。いざとなったらビルさえ破壊しかねない力を持った赤ん坊ってことですか。一つ申し上げますが、当校にいじめはありません。校長が何を思って取材を受けたのか知りませんが。いや、もうそれは重々承知しております。こちらでの取材はいじめのある学校と比較していじめのない学校というコンセプトでして。おはようございます。おはようございます。モーレン、ほら来いよ。いい加減はっきり言ったらどうなんだよ。ライブチケット隠したことさっさと認めろよ。バックレてんじゃねえぞ。私本当にやってない。はあ？じゃあなんであそこにあること分かったんだよ。それは能力は隠しといた方がいいよ。おめえしか考えられねえんだよ。アホズラコーディネート答えろよ。ほら、どうして分かったか言ってみな。こっちだよ。バカじゃん、何やってんの。もういいじゃん。リカ、こんだけ言うんだから言ってやってないんだよ。何なんだよ、あいつ。ジェナ、かなり冷めたよ。帰る帰る。 Teaching of English in Japan started more than 100 years ago. Who do you think the first foreign English teacher was? っていうことなんですけれども、101っていうのはですね、これ100と1と訳しちゃいけません。これはイディオムで非常に多くのという意味。例えばスーパーマーケットで100円というよりも99円って言った方が安いと、そういったような言い方なんですね。この訳をやるときに100と1と訳さないようにということ。それじゃあ今日はここまでにしておきましょう。 That's all for today. キリーツレイ。来な。朝宮さんだよね。はい。ちょっ。こんにちは。決して君のことだとは分からないようにするから、本当のことを話してよ。他のクラスのことはどうか知らないけど、私の周りではいじめなんてものはありません。それじゃあいじめがないのはどうしてだと思う？どうしてかな。みんながお互いの個性を尊重し合っているからとかね。なんだかんだ言いながらアテナのことかばってんじゃない？
そんなことないよ。どこがだよ。仕方ないわよ。アテナとリカは幼馴染だもん。そんなの関係ない。そうかしら。そうよ。ただちょっとやりすぎかなって思ったが。どこがやりすぎなの。どこがって、具体的に言ってくんなきゃ分かんねえだろ。そんなの突然言われても。うしうししてんじゃねえよ。さっさと答えろよ。大丈夫？怪我してない？あんた何したの？え？私何したんだろう。シュウはアテナを追って行ったのよ。だがアテナを保護すればいいの。アテナは何の疑いもなくごく平凡な人間だと信じてきたんだ。そんな子が全てを知ったらどうなる。とんでもないネタ拾っちゃいました。いわゆる超能力少女ってやつで、証拠写真さえ撮りゃこっちのもんですから。危ない。いやー、超能力少女アサミア・アテナ、未知なる力を秘めた少女。全世界を手中に収めた巨大企業 WAD、 彼らはアサミア・アテナの潜在能力の強大な力に魅せられていた。どんな力がアテナの中に眠っているのか。WAD は人工衛星を使い、常に彼女を監視し続ける。全ての行動はモニターされ、巨大コンピューターの中にインプットされる。アサミア・アテナ、彼女の正体とは。描かれるべき本当のアテナとは。その全てが今明かされる。今回のアテナの企画は普通の女子高校生がテーマであると、うん、普通の女子高生であるということから入っていくとね、そのケイちゃんというのはある意味での適役だったと思うんですよね。いろんなアテナを見てほしいです。こういうアテナなんだじゃなくて、例えば恋をしている時のひろき先輩といる時のアテナや、あと両親といる時のアテナで、一人ぼっちでいる時のアテナ、それから何かに立ち向かって力を出してる時のアテナ、みんなそれぞれ違うと思うし、だからそんないろんなアテナを見てほしいです。アサミア・アテナ、どこにでもいる普通の少女、いくつもの表情、彼女のどこが人と違うのか。超能力。中身だけなくなるのは絶対おかしいよ。自分の知らないうちに何かが芽生え、不思議な力が目を覚ます。
ょっと先生呼んでくる。あ、いいよ。よくないよ。だってまたそれで騒がれたら嫌だし、それに悪気があってしたわけじゃないかもしれない。そうやって言いやつぶるからやられんじゃん。彼女の望むこと、それはたった一つの簡単なこと。サイコメトリーだから朝宮の親戚にもいるんじゃないかな、こういう能力持ってる人。そんな変な人いないわ。だから変じゃないんだって。変よ。便利でいいじゃん。よくない。私はみんなと一緒がいいの。みんなと違うのは嫌なの。だからそんな能力いらないの。だが彼女の小さな願いは叶えられることはない。少女の心は傷つけられ思い悩む。単なる超能力少女の女の子のお話ということではなくて、その一人のごく普通の女の子がやっぱきちっと成長していく。でそのポジティブな部分できちっとこう大きくなっていく過程をその補足するものとしてね、超能力があったり、あるいは WAD アテナイシをはじめとする環境があったりというところで物語というのが押し込んで進めていけたんでね、アテナ像っていうのがやっぱきちっと出てきていると。超能力を持った少女朝宮アテナ、彼女の成長の過程を普通の女の子のように描き切ることは難しい。アテナ、大丈夫？怪我してない？あんた何したの？日常と非日常のぶつかり合いの中、真のアテナ像を表現するのは困難である。しかし朝宮アテナを演じる石橋圭はその大役を見事に表現し続ける。なぜ彼女は朝宮アテナを演じきることができたのか。1998年5月28日、アテナのクランクアップの時明らかになった。私はアテナなんですよ。だから撮影が終わってからも未だに客観的にまだ見れないんですよね、アテナという人物を。だから心の中はアテナだから、だから石橋圭としてアテナをまだ見れないんですよね。石橋圭と朝宮アテナが一体になった瞬間、少女は輝きを放つのだった。アテナ、Awakening from the Ordinary Life。このゲームのすごいところは、未だかつてないハイクオリティのムービーに彩られた映像の世界である。そのトータル時間はプレイステーション上類を見ない1時間以上。まさにムービーだけで一つの CG 映画ができるほどの迫力である。今回はハイクオリティのムービーを通してアテナの世界観を覗いてみよう。西暦2018年3月一律清涼学園高等部。じゃあねー、お席。アサミア・アテナ。そんじゃねー、バイバイ。彼女の日常の風景からこの物語は始まる。まだ帰んないの？ちょっとね。さ、じゃあね、またね。
放課後、彼女は親友の柏崎理香の探し物を手伝うことになる。だが、これこそが彼女を巨大な陰謀に引き込む序章だったのだ。彼女の能力が目を覚ます時が来た。脳裏に浮かぶ不思議な映像。彼女に秘められた力の片鱗が目を覚ます瞬間。チケット、リカのロッカーに。何が彼女に起こったのか。学生確認。アサミア・アテナの学生を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 確認。お目覚めかい、アサミア・アテナ。誰？忍び寄る影、襲い来る敵。彼女はすでに過酷な運命の真っ只中にその身を置いているのだ。彼女はネイティブなのか。従来のエネルギーとは異なる波形を示している。データ未登録。もう後戻りはできない。アテナにできること、それは巨大な陰謀に立ち向かい戦いを勝利すること。なぜアテナ一人が狙われなければならないのか。昨日も普通の女子高生だったのに。それは一人の科学者の飽くなき探求心からだった。WAD 専属博士、生態工学研究の世界的権威、高沖清野。さかのぼること18年前、西暦2000年、極東シベリア地区ノボシビルスク北東2250キロの地点で、科学を根底から覆す発見があった。Well, due to the heat from the inner earth, the temperature is a toasty 60 degrees centigrade.
What about radiation? Within parameters, but we have detected a high concentration of large neutrino particles. 世界を震撼させる発見。指揮を取ったのはドクター高沖、彼女だった。The ramifications are unimaginable. It's unprecedented. Nothing like it in our own civilization. Turn the light on, please. Yes, ma'am. Are you sure nobody outside WAD knows about this discovery? Oh, no. 地底に埋もれた知られざる文明。人間とは全く違う進化を遂げた人類。高沖清乃、彼女が発見した謎の素体、これからアテナに起こる全ての事件の元凶。科学への盲信、テクノロジーの暴走があってはならないことを現実のものとする、恐怖の発明。歪みの中から生まれた電脳世界、そして次なるターゲットはアサミア・アテナ。アサミア・アテナ、彼女は何者なのか。確定要素が多すぎる。確認の必要は。なぜアテナが狙われるのか。謎の素体、恐怖の発明とは一体。巨大な陰謀の中でアテナは何を見つけるのか。プレイステーションオリジナルソフト、サイキックアドベンチャー、アテナ。今少女の中で何かが目覚める。